始まりました。こだみなれの波を聞いてくれ。へいへいへい。と自分エコーもかけたところで、札幌の生きるトランジスタ、こだみなれです。今回もタオル地のようなラジオを柔軟剤たっぷりでお送りいたします。ふわふわです、ふわふわ。さて皆様、今夜はいかがお過ごしでしょうか。バーボンボトルを抱いて寝返り打ってる方もいらっしゃれば、もう新聞配達の準備をされている働き者もおられるかと存じます。そんな様々な人々が織りなす人生模様、現在時刻は深夜3時半。信じられますか、深夜3時半ですよ。3時半なのに、お聞きいただけたであろうか、このガヤつき。実はここ札幌は中央区すすきの中でも一番のにぎわいを見せると言われる南四条通りに来ています。いや皆さん、もう見事な千鳥足。こんな時間だというのに水剣使いの達人が至る所で管を巻きまくってます。わーっと危ねえ、ゲロ踏みそうになった。おお、あそこのお兄さんはしきりに財布を開いて首をかしげてますね。ちょっと怪しいお店帰りでしょうか。なあちょっとお兄さん、触らないでくれます。あ、いや、レイカちゃんにアフター拒否られたとか知らないですし。ああ、なるほど、ヘルメスのバッグを買ってあげたと、その辺の中古車より高かったと。あ、いや、お兄さんの頑張りはわかります。わかった上で言わせてもらうとですね、あのブランドはヘルメスじゃなくてエルメスって読むわけでして。とにかく、あ、もう離れろって、うちはおさわりなしでやってんだよ。え、おひねりくれるの、万札。いくらか検討の余地はございましたが、渋面を浮かべる番組ディレクター、そして放送倫理上の観点もあり、却下という判断がなされました。えらい私。というわけで、今夜も人々は欲望の中心で愚痴をこぼしまくり、酒臭い息を浴びながらのオープニングトークとなったわけですが、ここで早速コーナーの方に参りたいと思います。せっかくすすきのまで出張ってきたんです。さぞや特別なコーナーが待ってるんでしょう。では行ってみましょう、ふつおたのコーナー。って、なんでなんでわざわざ街にまで出てきてって思われたリスナー諸君、安心してください、私も意味がわかりません。とはいえ人生、意味がわからなくても明日はやってくる。言われたことを無感情ではいはいとこなしていれば、月末締めの翌25日払いで給金がもらえ、ビール園でジンギスカンをハフハフむさぼったり、セコマでがっつり惣菜を買い込んでプチパーティーを開いたりもできるのです。なのでふつおた、略してふつうのお便り、あ、逆か、略さずふつうのお便りのコーナー行ってみたいと思います。まずはラジオネームすし太郎さん、いつも楽しく聞いている波を聞いてくれ。ミナレさんの実際のお姿を拝見したら。